ンポン。ふひひ、そこのお嬢さん。は？なんや、私は巷で有名な占い師。あなたのお金がひたすら欲しい。なんやこの詐欺師。あなたの個人情報を当てましょう。いや、お前知り合いやん。名前、傷のあかり。KIZUMAAKARI。傷のあかり。うるせえな。名前の意味は、紅紙で結ばれた人との絆を明かりで照らす。まあ、誕生日は12月22日。うん、15歳、151センチ。まあ、キャラクターボイス米沢ま。やめとけ。大好きなのは熊のぬいぐるみ。おい、マイブームはリングフィットアドベンチャー。やめろ。体重は、やめろー。てか怖えよ。どこまで把握してんのお前。ふひひ、あかりたーん。うわ、お前マジでやめろ。てかそれうちじゃねえ。あなたの未来を占います。この水晶玉でね。それスーパーボールじゃね。やべ、間違えた。こっちでした。おい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 、誰の頭取り出してんだ。やめとけ。やっぱり本物は輝きが違いますね。やめろ。ありがとうございます。やめろよ。失礼。むむむむ、見えます見えます。はあ、オーライキーキしてきましたよ。あ、レインボー。占いってそういうのだっけ。はい、出ました。あなたの未来は、あ、やって。未来は決められてなどいない。あなたは自由です。でもお前やっべって言ったじゃん。